旧青山キャンパス、東京都立大田桜台高等学校は、東京都大田区仲間込めに所在する、都立高等学校。学校関係者からは、桜台と呼ばれている。東京都立赤坂高等学校と東京都立市ヶ谷商業高等学校を、発展的に統合し2009年4月に開校した。2011年度より、東京都立南高等学校跡地に建設される。 新キャンパスに移転した。千早高等学校に次いで2校目となるビジネスコミュニケーション科の進学型専門高校で英語教育とビジネス教育を重視している。また、国語教育にも重点を置き伝統文化やコミュニケーション能力を養う教育を行っている。運動部12、文化部12の部活動が存在する。大田桜台高等学校では 卓球部が有名であり、女子の部では、国公立大会に連覇や昨年には、悲願の関東大会出場を決めた。男子は、関東大会予選、インターハイ予選ベスト8、国公立大会団体戦優勝や個人種目でも、第3位という、横須賀オープンでは、男女共に初優勝を飾った。また、文化部では、演劇部が過去に、地区大会で、奨励賞を取る実績を持ち、 今年度になって、総部以来初の中央大会出場を果たした。その他にも、資格検定部や国際交流部などユニークな部活動も存在している。運動部分下部大田桜大高等学校は、東京都言語能力向上推進校の指定を受けている。英語教育大田桜大高校では、英語の単位数が最低20単位と普通科の高校以上ある。また、 授業の特徴として、多読、辞書を使わずに、英語の本を読んだり、CD やパソコンを使いながら読んだりする。外国人講師の授業も1年時は週に1回、2年時は2回と、英語で話す機会がとても多い。全体的に会話やコミュニケーション能力の向上を前提とした授業が中心となっている。異文化交流を田桜大高等学校では、 異文化交流を積極的に行っている。一年時に行うアメリカンキャンプは日本語の喋れないアメリカ人の大学生たちと共に交流を深めていくというプログラムである。英語活動や異文化体験をすることによって英語との隔たりをなくして多く英語に触れ合うことを目的としている。また、クールジャパンと称しアメリカ人に日本の文化について伝えるというプログラムもある。 2年次では修学旅行で立命館アジア太平洋大学に行き世界各国の留学生たちと交流をする楽しいゲームから異文化理解として社会貢献を考えるグループディスカッションなどを行う国語教育英語だけではなく国語教育にも力を入れている英語と同じくコミュニケーション能力を高める授業を行っている2年次から現代文 古典の習熟度別授業を行いきめ細かい指導をしている。また、様々な入試形態に対応できる、幼少論文やプレゼンテーション能力の向上も、図っている。日本の文化理解の授業も取り組んでおり100人一種、大会や平安装束を着て、文化理解を高めるという充実した授業もある。大田桜台高等学校では、キャリア教育を行っている。 入学直後から卒業後の進路設計に取り組む。キャリア教育を行うことで進路に向けた取り組みを明確にすることが目的としている。まごめキャンパス。ありがとうございます。